外媒報道、海外メディアによると、中国共産党は犯罪技術の予防のため、ネット上のビッグデータを利用して犯罪の事前予防を進めています。北京の台湾研究院院長李義古氏は、台湾ビジネスマンの個人情報の管理データ作成を提案し、中国に投資する台湾人の台湾での活動までも記録し、懲罰制度の設立も進めました。これは赤い恐怖となり、台湾商人の中国投資がさらに不公平になる恐れがあると台湾立法委員は危惧しています。